ないということで、今日何してきたか分かってますよね。なんかもうそれ分かってってこのテンションは難しいです。でもほらだって今回のみそぎは正式なみそぎだから。まあ確かに、やっぱりね、仕事として最初からちゃんとやってもらわないと。それでは今回はみそぎをやっていきたいと思います。やったよっ。みんな今画面の前で今か今かと待ち望んでた2期が始まり、きっと踊り狂ってることでしょう。いや、その自分が遅刻してこう、はい、2期が決まったのはすごく反省しております、ええ、なのでちゃんとやりきる所存ではあるんですが、はい、まあ、やはりみそぎとなると前回のことも思い出されますので、まああまりテンション上がりきらないかなという感じで。でもね、みそぎ動画も今すごい再生回数伸ばしたんですから。ほら、なんかつんちゃんのルックブックも再生回数がすごく伸びてるっていう話を聞いてるから、やっぱりその私もルックブックで見そぐっていうのはどうですか。まあでもルックブックみたいなもん、正直今回の企画は。ああ、なるほど。じゃあこの中に可愛いお洋服がたくさん入ってそれを着替えたりするっていう。そう、じゃあ一回見てみます。また今回もね、余計さセレクトでこういう感じのって言って。なるほど。私もう27歳だけど大丈夫ですか。そのみんながいいって言うんだったら悪かったですけど。あ、何ですかそれ。セーラー服ですね。お、セーラー服出てきちゃった。はい、じゃあ多分それに着替えろってことですね。まあ、ですよね。いや、着替える分には別にいいんですけど。コスプレしましょうか。じゃあなんかこう、そういう、似合う。いやー、あの冒頭でも言った通りなんですけど、私も高校を卒業して10年ぐらい経ってしまったんですが、じゃあちょっと記憶を10年前に戻してもらって、今あなたは学生です。はい、もう何をやるか分かりました。前回何やったか思い出してください。前回なんかショックな出来事すぎてあまり記憶がないですけれども、はい、お兄ちゃんとかいっぱい言ったかも。ちゃんとテーマがあったんですよ前回。え、何でしたっけ。あーんです。あ、いろんなシチュエーションでアーンをしてもらうっていうのが前回のテーマだったんですよ。あれテーマだったんです。そう、今回セーラー服なんですよ、うん、そしたらテーマは知らんがな、何ですか山崎さん。その学生服といえば一番ベタなテーマ何ですか。屋上でお弁当食べるとかじゃないですか。いや、それ苦しい方か今回の企画は千代田心にセーラー服を着せて告白をしてもらう動画になります。泣きそうですか。いや、もうこれはでも自分が遅刻したのがいけないから頑張ります告白とか何をすればいいんだ。まずはじゃあ、もうこいつ私のこと好きだなって分かってる人への告白をお願いします。え、待ってくださいね。え、どんな感じで告白したかな。あなた、私のことよく見てましたよね。いや、待って、大丈夫、怖い。違う、学生時代本当にいいキャだったからちょっとマジでそういう告白、ちょっと待って、爽やかな告白ができなくて。あとほら、呼び出されてるから、まず呼び出した側だからちゃんとそれに対して入らないと。呼び出してごめんねみたいな。そうそうそう、放課後なのに呼び出してごめんね。どうしてニヤニヤしちゃったの。ちょっと待って。知らせが好きっていう。わかった、私ギャルっていう設定でやります。ギャルでいきます。はい、ちょっとギャルだったんで。ギャル僕いく。うん、ちょっとギャルはちょっとし、あの入場から入ります。お、あーマジ疲れたわ。あ、放課後なのに呼び出してごめんね。なんかお前が私のことよく見てると思ってたからさ、ちょっと
あの私のこと好きかなと思って、なんか好きだったらまあ付き合ってあげないこともないって思ったから、お前の気持ち聞きたくてさ。私のこと好き？あ、ごめん、後ろの席のえのこちゃんのこと見て。だと思ったよ。冗談じゃん、冗談。うちらいい友達でいようね。振られてんじゃないですか、私。いや、なんかそういう感じかなって。ギャルで来られるとなんかこっちもなんかちょっとこうギャルかーってなるじゃないですか。ギャルじゃない、ちょっと怖い、怖いなって。じゃあなんかシチュエーション変えてもいいですよ。先生とかにしときます？先生か、先生か。先生、こんな時間に呼び出してすいません。生徒と先生がそういう感じになっちゃいけないのは分かってるんだけど、先生の授業を受けてたらすごい先生のことが好きになっちゃいました。本当になんか苦虫を噛みつぶしたような顔してたけど、ずっと。違うんですよ、先生か。先生別に好きになった理由言う必要もないんですよね。もう一回やります。ちょっともう一回もう一回やる。先生、こんな時間に呼び出してすいません。先生と生徒がこういうことをしてはいけないのは分かってるんだけど、どうしても自分の気持ちが抑えられなくなったから言います。私先生のことが好きです。付き合わなくてもいいので、とりあえず私の気持ちだけ受け止めてください。それではさようなら。ありがとう。素晴らしい。これはこれで合ってる。なんかでもちょっと普通だなと思って。いいじゃないですか、普通で。もう終わったことだから。だからでもじゃあ今回、じゃあ次先輩後輩にしましょうか。じゃああなた後輩、この人先輩。真面目な感じというよりはちょっとこうセクシーな、セクシー寄りな感じの、セクシーな後輩ってなんかこうギャップがあってよくないですか。先輩、今先輩が部室にいるって聞いて来ちゃいました。なんでだと思いますか。なんか今日暑いですね。暑いな。ちょっとリボン外しちゃおうかな。うん、暑いな。二人きりってことですけど、どうしときますか。キモコの怖い。それで大丈夫でした？今大丈夫ない。これちょっとうまくいけたら可愛いかなと思ったんですけど、はい、あまりにはちょっと地上すぎて。そうですよね、完全に地上でした。こうだな。よし、やってみましょう。何見てんの？好き。やばくないですか、みんな。大丈夫？どうでしたか、今のは。ありがとうございます。振りのスキーいただきました。素晴らしい。なんかちょっと共感性周知にならない方法調べたいわ。じゃあ次行ってみますか。はい。帰り道とかですかね。帰り道。幼馴染だ、わかった。幼馴染。はい。いやあんたさ、なんかほら、好きな人とかいんの？
いやいるっぽいじゃん。だって他のさ生徒とかは彼女とかできてるし、彼女とか作んないの。ほら優しいしさ面白いし、あんた彼女作った方がいいと思うけどな。好きな人いないんだ。私はあんたのいいところいっぱい知ってるから、私だったらいい彼女になると思うけどな。付き合ってみるか。さよなら。なんで今さよならしちゃったの。いいよってやったのに。いやもうなんか、いやもう、でもこういうことですよね、おさらなじみって。そう、今良かったですよ、素晴らしい。後で完成版をお楽しみに。いや、いいです。さあ、ということで、うん、どうですか、やってみて。終わりな感じですかね。終わり、終わりたい、もう終わりたい、もうきつい、辛い。でも自分の中ではもう、じゃあ今ので遅刻した分はもうさらにしたっていうお気持ちでいいですね。いやもうなんか別にそんなこととは思ってはないんですが、こう皆さんに反省の色は見せられたんじゃないかなと。でもまあそうですね、ちょっと真面目に一応やってるつもりですけれども、なんかふざけているように見えたらすいません。ちょっと恥ずかしいながらもちゃんと真面目にやってるんです。もうシチュエーションくらいやっときます。学校だけじゃないんですよ、篠崎さん。セーラー服って家でね、うん、制服の人がいるってなったら答えは家で制服の人、家族。そう、家族に。じゃあ制服の子がいるとしたら妹。正解。じゃあ最後それいただいておこうかな。兄ちゃんのことが好きな妹。いやこれはもう本当に二次元の中だけであってほしい。気持ち的には16、17ぐらい。オッケー、私は16歳。お兄ちゃんおかえり。帰ってくるの遅かったね。彼女とかと遊んでた？え？友達なの？お兄ちゃんってまだ1回も彼女できたことないんじゃない？私だったらお兄ちゃんの彼女になってあげてもいいよ。まあ嘘だけどね。嘘なんですか？いや知らないです。もうそれはもう個人の見解でやっていただいて、これから先はこう同人誌とかで書いていただいて。それは書くのは OK なんですか？いやもう別にいいんですけど。うん、いやほらでも一番うまくいってきたんじゃないかな。本当にそう思います。いやでも一番こうたどたどしくなかったんじゃないかな、最後までは。いやでも逆にみんな山とかこれ普通にこなせちゃうって言ってたけど、どうしてんだろう。待って、ちょっともう一回同じセリフでやってみようと。もう一回やりますよ。ありがとうございます。血のつながってない兄弟セリフでいきましょう。うわ、キモ。やりましょう。あ、血のつながってない兄弟がキモいじゃなくて、血のつながってない兄弟がそういうことをするって考えているメガネさんがキモいだけです。大丈夫です。そういうことをするってどういうこと。別に痛すわけじゃないでしょ。わからないけど。なんでそこまで言っちゃうんですか。いやもうそういう感じですよ。はい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 、やりましょうやりましょう。いきますよ。いきますか。はい、下ろしてください。お兄ちゃん、なんか、落ちてた髪見ちゃったんだけどさ、私たちって血つながってないんだね。お兄ちゃんは知ってたの？いや、私知らなかったからさ、すごい驚いちゃって。でもそれと同時にラッキーだなっても思ったの。私ね、お兄ちゃんのことが好きだから、血つながってなかったら結婚できるかなと思って。好きだよ。オッケーでーす。
いや、もうそのものを決めていて。まあでもよくできてましたよね。うん、よくできてた。最後のだけ良かったですね。なんか最後のも良かった。全部良かったですよ。どれが良かったかとか、総評はやっぱり我らが視聴者さんが決めますから。この動画が例えば1万再生満たなかったら、もうちょっと今回は失敗しましたねみたいな感じになります。うわー、本当に怖い。なんかもうなんかその続編失敗するみたいなのに結構ありがちじゃないですか。まあまあね、そうね。なんかそんな感じにならないといいなって今すごい思ってるから、みんなに気持ちが届いてればいいなと思います。この動画が、よく反省できてるなと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をしてない方はチャンネル登録、コメントも前回300件超えたみたいなので、なんかそれを下回ると怖そうなので何かあるかわからないから、みんなコメントできたらコメントください。それではまた次の動画でしましょう。さようなら。ここで頑張ってよ。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録はこちらです。そしておすすめの動画はこちら。せーの、バイバーイ。